はい、ということで、じゃあ上根動物園に向かって東海村から出発です。今日は、ランクルでも軽トラでもなく T30 のエクストレイルでお出かけです。振動少なくて快適ですね。やっぱり乗用車ベースの 4WD なんでスピードも出ますし快適です。乗り心地もいいしコーナーリングもいいですね。それではまた。みんなの味方、山岡屋。じゃあ、はい、到着です。はい、着きました。チケットを買いたいと思います。大人520円、子供中学生までが100円になってます。購入できました。はい、行きます。ハロウィン、わわ、ここでっかいクマここゾウのお尻に注目。ゾウのうんちの香りが香ばしいです。こちらがミャンマーのゾウさんですね。あ、見てるか。シエさん、ウェルカムです。ウェルカメ、ウェルカメ。爬虫類館に入りたいと思います。先ほどのミズラメ、遠くないからこれ。ほら、本物じゃないみたいに見える。緑錦蛇。キュウリみたいだね。こんにちは。カリ。これもお団子。イグアナです。ここガラスがないんで。ヘビ出る気になれば出れます。毒はないんでしょうか。グリーンイグアナです。全然グリーンじゃないですね。スッポンもどきと言います。スッポンもどきなの？スッポンじゃないの？あ、かわいい。なんか動物みたいな。こういうもの。おお、すごいな。これラジコンじゃないよね。あー、歯が細くえ。でもなんでお魚さんと共存できんの？餌ちゃんとあげてから食べないから。
あ、このヘビはシマヘビなんですけど、砂漠の雰囲気が出てますね。キキさん、会いたかったよ。かわいい。ママが助けたやつ持ってる。お家でこれ飼うつか、どう思うとか。ミミズとか昆虫を捕食する。生態は水辺から離れても暮らせる両生類である。民家の庭にも住み、身近な生き物の一つとしてよく知られる。ラマ、ワラビーとかカンガルーに似てますね。デシモ、アルゼンチン中部南部に暮らしているらしいですね。本土だらけ。田舎です。ねえ、まーちゃん。かわいい。ヤギさんの目はサイコパスだよ。ほら、俺持ってない。いや、噛まれるって本当にマジで。あの奥にいるヤギさん。モフモフいるじゃん、あれ。ホルスタインモルモット。一匹しかいないの。友達全然いないじゃん。サモル。ふわふわしてるの可愛くない？可愛い。さっき行かない。ジュンが6に入ります。はい、カンガルー君です。オーストラリアの象徴カンガルー。ジャオズのキャラクターでもいいですね。かっこいい。かっこいい。かっこいいね。鹿島アントラーズの鹿です。かっこいい。
ってどうしたの？コモンマーモセット。コモンマーモセット。これさ、車の中に乗せたりしてさ、あ、持ち歩いてるさ、ユーチューバーいるよね。いる、お猿さん結構ね。でもなんか見たことない。カバさんハウスにてポテトでおやつタイム中。ポテト美味しかったですよ。詳しい人はね、この子すごい知ってると思うんですけど、ひたすら歩くんですよ。この子ステップ踏みつつまた戻るってことを一日永遠に繰り返すという特技を持っておりますね。いや、よかった、いてくれてありがとう。ちょっと広くなったね、前よりね。全部がね、こうバリアフリーになってるのもいいですね。サイのエリアに行ってみようと思いますというか、着きました。おお、あら、あら、ちょっと待って、こんな近くにいていいの？
食べてる。かわいい。環境に過ごしてますね。今日はね、こんなに空も晴れても最高ですね。最高。ということで、次行ってみたいと思います。こんな感じでね、あの日本山の方もね、皆さんね、移動されてまして、綺麗な空になって戻れますね。じゃあ、けど、あれです。ボス、ボスいた？どこボス？そこ。おー、ボス。なんか、ボスいたぞ。ボスですね。結構、なんか、すごい、幸せそう。そうだけど、やっぱ、なんでだろう。ということでね、行ってみたいと思います。今はね、違うところに来まして、こういう感じで全体的見渡してこんな感じで撮ってますけども、すごくね、近くで猿見れますね。なんか前よりこの子たち快適にすごい過ごしてる。おっと、結果が始まったっていう感じでした。中に虫いないかも。あ、抜いた。痛くないのかな。抜いて毛食ってる。毛を食べてんじゃないんじゃないの。毛を食べてんの。毛を食べてんの。なんで毛食べんの。毛をなくしてほしいのか。丸ハゲになりそうですね。じゃあ、うんち片付けなくていいの。そうだね。見えた。誰が一番幸せそうですね、皆さん。これで大きいね。ボスボスボス。はい、ということで、神谷動物園を無事に見終わって、今から、おもちゃやその他お土産などを見ながら帰ろうと思います。こっちの遊園地の方はちびっ子が多いですね。ということで、これにて神谷動物園終了です。はい、またね。金様いけます。こういうね、あの動物園だけではなくね、動物園から引っ越しが出ると、こういう子供たちが遊ぶメリーゴーランドや観覧車など給食所でのバイトなどチケットを売れたりしますね。見たいと思います。このね、これね、結構意外と怖いんですよ。怖いよね。分回されて結構高い位置まで行けますから。それとね、あのちょっとサイコパスな目をしているパンダね、あの中めちゃくちゃ面白いんですよ。ビョン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 、日頃のストレスをね、分回せるような、ね、感じでね、飛んで跳ねて転げて遊べるっていう感じでね。で、私が先ほどお土産屋さん寄ったんですけども、それで何を買ったかって言いますと、あのこちらの有名な、ゴリラの花クソという、甘納豆ですね。こちらを、父と母たちにプレゼントしたいと思います。ということで、これにて次の、スポット、娘が行きたがっているどんどんどんということで、ドンキホーテ、ドンキホーテ動物園の方は最高、茨城で一番楽しいスポット。はい、ぜひ来てほしいと思います、うん、コスパも最高だし、うん、いくらでした。大人は大人520円で、お子様が子供100円だっけ。中学生以上は、中学生以上は一緒、大人料金でも100円でしたよね、お父さん、うん、100円でしたよ、うん、だから高校生が大人料金。そうだよ、中学生。ドンキで買い物が終わり、軽くお茶にします。孤島はマルゲリータ、もう 4% しかないから写真撮らせて。どこにか、この葉っぱは食べれない。
食べれるよ。それはなっちゃん、なっちゃんもそうか。いただきます。いただきます。あ、パパパパも食べます。いただきます。もう大体薄さかなくらい、結構薄い。うまっ。うん、おいしいね。パパパパ、うん、これ美味しいよ。とっても油が、オリーブオイルが、うん、トマトの酸味もすごいね。うん、アジの感想、なんていうか、クリスピーピザみたいな。どう？うん、釜焼きの味。美味しそう。でかいね。これなんかあんまり変わんなくて。こっちがダブルモッツァレラチーズの、でこっちがダブルでない方なんで、まあチーズが少し多いかなっていうぐらいですね。では早速よく見て、長い。いただきます。今合いまして混ぜます。茹で加減ちょうどいい。絶妙。うん。うん。いいね。まだチーズの伸びてもめちゃくちゃ。うん。帽子脱いだな。アルデンテ。このチーズがいいよね。贅沢にかかったモッツァレラ。味濃くて、こっちからすごい量乗ってて、巻いても巻いてもビヨーンってなるってすごいな。うん、チーズのジャンクフードだ。結構なっちゃん振ったんだね。うまい。
コンガーリックです。お水欲しいな。え、わかんない。いかない。じゃあちょっとこれ何で気持ち悪いな、その表現汚いからやめて。全国ネット配信されたから。今日ちょっとタコだよこれ。行ってみるよ私ちょっと。いや七光ね、これそういう虫いるよね。行ってみます。かわいそうに。唐辛子は食べました。水気をつくね。一気に食ってみました。大量のイカスミスパゲティを食べてます。男の子も見ております。おいしい。じゃあママそろそろデザート。うまどうぞ、うん、感想は。これね、すごくね、さっきよりは、ね、弾力のあるね、チーズなんだよね。すごいね、スパイスがいっぱいになってる。なんか生地もちょっと違うね、うん。娘はスイーツ。邪魔だ。この間ちょっと方が良さそうです。早く取りに。了解です。どれ。うん、ナッツのいい香り。ピーナッツとか落花生とかナッツの香り。17%しかない、まあ、かけてもいいし、そのまま最初食べてもいいし。夏は夏で楽しんでいいんじゃないかな。まずはプリンからね。はい、どうぞ。いってらっしゃい。女子はスイーツ嬉しいよね。どう？美味しい。うまい。美味しいって言わないとやっぱり。こういうところは。うん、どんな感じ？感想は？まあ、説明して。なんか、なんか、四角くて。四角は見た目だろ。そうじゃない。なんか、食感は、スポンジ。普通のプリンじゃないんだ。あ、分かった分かった、うんうん、卵プリンで、そういうかその固めのやつだ。カスタード系ね、うん、じゃあ次かけてみよう。あ、かけなくてもこれはこれで楽しんでいいんじゃない。蜂蜜ナッツ。あ、蜂蜜の方何？え、すごい。あ、くるみも結構大きい。あ、そうだね。あ、そういう風な食べ方した方がいいかもしれない。ね、ママのデザートのさ、ゴルゴンゾーラピザまだ。あ、いいね。なんかすごいおしゃれ。これさ、あれかな、あの西洋蜜蜂じゃないんじゃない。結構美味しそうだね、その蜂蜜。うん、でどうぞ。クイーン食べながらさ、この生クリームとかのさ、カシューナッツがついた方がいいかもしれない。香りがいいかもしれないね、うん、どう相性は。うん、いい、うん、香ばしい。蜜蜂になりそう、うん、あれ、ちゃんとした感想ってね。レビューを言わないと。じゃあチーン一口あげてあげる。いやじゃあ少しだけね、いただきますよ、これだけね。ね、はい、いきます。うんうん、卵焼き。ペナンソで本当に濃厚で甘さ控えめ。うん、チキンで、なおかつ、なんて言うんだろうね、この蜂蜜な感じがすごくいいですね。うん、ナッツの風味、ナッツ食べてないけど、風味はすごく甘い。普通のパンよりね、すごくこう、ね、弾力がある。うん、でもカラメルが甘すぎず、なんかね、ほんと香ばしい。NTM ヒューゴプラドチャンネルです。今日は娘を連れて家族サービスで、かみね動物園行ってオリーブ農家、食事をしてきました。最後の指名は
これは河原湖海岸ですかね。いい海です。サーフィンするような波はありませんが、眺めて、バーベキューとかそういうのには最高でしょうね。プライベートビーチみたいにほとんど誰もいません。それでは NTM 9号プラドチャンネル、高評価、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。